うい、どうも、滝でございます。手の怪我もだいぶ良くなり、ようやくスプラトゥーンできると言いながらもね、手の怪我を、なんか、普通、まあでもまだね、ちょっと痛いけどね。まあ、それはいいや。まあ、普通に手の怪我、普通に痛い時もなんだかんだうちスプラトゥーン中毒だ、スプラトゥーンをしてしまっていたんですが、まあ、そんなことは置いといて。リッターやってくれたのマジ、ゴッドじゃん。待って、でね、うちね、スプラトゥーンやってなさすぎてね、相当下手。うわー、やれなかった。あ、終わった。でね、今回はスプラスコップコラボを使っています。ヤグラだと、おそらくこの武器、まあ、カスなんですけど、カスなんですけど、まあ、いいや。まあ、メインが上手ければどうにかなるということで、ちなみにメインが上手いという保証はないけれども、メインが上手いという保証はないけれども、んバグかなバグかな帰ろうかなちょっと。うん、まあ、ダイナも死んでるんでね。まあ、どうにかなるでしょう。相手、ブラサ2枚ですか？いるのそこ。あ、いますね。やるんじゃないそれ。やれないか。まあ、しゃあない。まあ、帰ったんだったらいいや。おぉ。相手、ヤグラ乗ってると思ったけど乗ってないんだね。相手はヤグラ乗らない系のリッターかなこれは。ヤグラ乗らない系のリッターだったら、ヤグラ乗らない系のリッターね、まあ、上手い人は上手いからね。まあでも多分ヤグラのタコが強いんだよな。この編成だったらね。で、うち何もしてないんだけど、このままではちょっと動画ボツになるんだけど、どうしよう。動画がボツになっちゃう、このままじゃ。どうしよう、このままじゃ動画ボツになっちゃうよ。ちょっとそろそろキルを取んないとな、ダメなんだよな、これは。おそらく。いや、マジで下手。ちょうど、下手なのには、いろいろ訳があってね、まず他武器に浮気してるじゃん他武器に浮気してるじゃんそんで、やばい。ガチでゼロキルなんだけど。このままじゃうちがなんか、わちゃ、終わった。帰ろう。このままじゃうちがちょっとわちゃわちゃしてる動画を、ちょっと、あれ、まあでもこれ、時間はあるから撮り直しはできるな。はボツにする気満々なんだけど。いやでも、どうしよう。これはボツにせざるを得ないかもしれない。あ、危な。味方かわいそうに。はい、1キル。マジ、0キルとかいうよりもさ、なんか1キル、2キルでなんか、試合終わる方がちょっと動画的にあれだから、ちょっと頑張って、ここから10キルくれてるわ、1。頑張ります。私、頑張りましたよ。まず1キル。ダメがあるから1回引くんだけど、もうピッチャー打っちゃいます、ここで。大体ダイナモいるから割と刺さるんじゃないかなと思いつつ。いやー、マジか。チャージ時間が足りんかった。ハンチャーつって逃げようと思ったけど、足元があれだったな。乗った方が良かったかな、これ。かわいそう。まあ、かわいそうだけどもね、所詮うちには勝てませんよ。かっこ、今現在2キル。まあ、全然相手そんなとこにいんのか。はい。まあ、一発外したシーンでうちの勝ちです。リッターは一発で決めなきゃなんで。生きてます。絶賛生きてます。てか、なんだろうなぁ。相手相当塗り弱い編成だと思ったら、こっちも相当弱いんだな、編成。塗りが弱いなぁ。でも、塗りが弱いからこそ、コラボさせないとだから、スプラスコップコラボのキューバモンピッチャーさせれば強いはずなんで、全然こんくらいのカウントだったらまだ全然リードできるんで、まだ落ち着いていきます。どうしようかな。ちょっと引こうか。なんかいる？ちょっとね、塗り状況が悪いから、逆に言えばうちがね、キル取んなくても塗ってあげれば味方が相当キル取りやすい状況を作れるはずなんで、とはいえ、割とやられちゃってんな。リッターがね、塗り状況悪いとリッターがやっぱ、動きやすいから、あんまり良くない状況ですね。で、ここいますね。いますよね、やっぱ。はい。まあまあまあ。うわ!2 枚いた。いや、言うつべだって。日本語。でも、YOU は U ですからね。まあ、間違ってはいないのかもしれない。うちらし日本人は、ね、YouTube の発音間違ってるのかもしれないが、ちょっとそろそろリードしたいけど、リッター死んでるし、いけるかなと思うんだけど、多分ここでブラスターが構えてるんで、一瞬乗るだけムーブ。成功絶対ね、ヤグラ乗った瞬間にね、ブラスターが出てくるなと思ったから、一瞬乗るだけムーブしました。はい。
あとはボムピッチャー打ってあげて、あとはリッタの弾避ける系だな。ちょっとあとはリッタの弾を避ける系なんだが、いけるかいけるか、いや無理か、ごめん、乗って乗って、ナイスありがとうございます。はい、まあ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 、ちょ前半マジで何もしなかったけど、まあいいんじゃない、よかったよかった、勝てて、ふう危なかった、まあ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 、まあ、悪くないでしょう前半もうちょっとキリできれば、あでもカーブよく頑張ったな、この練り状況で、ありがとう。よーし、2つ目のステージはビーバスパーク。本来だったらね、普通のスプラスコープでハイプレをバンバン打ち、右通路で打てるようなステージなんだけど、まあ、今回はコラボを使っているということで、まあこのステージのコラボの強みは特にないですかね特にないですかね、いやわかんないです、わかんないだけ、わかんないのに特にないと言ってるのはね、よくないですよね。なんで多分あると思います、あると思います。あーもう、あーでも H か、 OKOKOK、 あでも命しちゃったね、どうもいい、え、うわー範囲外キリされちゃった。たまにね、なんかこのボムの判定バグるからな。まあ多分どうにかなりますでしょう。カーボンが前に詰まってますね。カーボンがこっちから来るかな。まあとりあえずやって、おお、カーボンか、ちょっと嫌ですね。まあボムピッチャー貯めてあげて、まあ多分ね、おお、ハイプレか、誰のハイプレだ、クラブラか。まあ飛んであげるのもいいんですけど、とりあえずね、クリアリングは大事なんで、クリアリングしてあげます。どうしようかな、ここにいるのもいい、ここにいるのはあんま良くないんだけど、カーボンがいると嫌なんですよね。まあ多分、もうカーボン、多分右の方にいるんだよね。ここにはいないと思う。あ、いたね、カーボン。うん、さすがにあれか。とはいえ、これ後ろから来るんで、後ろ見てあげます。とはいえ、内側乗ってあげた方がいいな、絶対。ボム開いてあげるか。ボムを置いてあげて。まあ相手そんな塗りが強い編成じゃないんで、ボムピッチャーで一時的に抑えられるだけでも結構な効果あると思うんですよね。だから、まあ、ボムピッチャーは割と回させてあげてもいいのかもしれないけど、いかんぜんこのスペシャル、なぜかなぜかというか、まあ妥当なのかもしれないが、スペシャル必要ポイントが220とかいう、なんか一番でかいので、悲しいことに。まあ頑張って回せればって感じですけど、カウントがお互い進みませんね。割とうち以外が全員単射程で、うちがあんまキル取れてないから、割とカウントが進められる状況が整ってないんですかね。逆に言えば、うちがキル取ってあげれば、逆に言えばうちがキル取ってあげれば進むので、カウント時、まあ、インキルターボンピッチャー打ってあげます。いやマジか、直取られちゃった。前に詰めれば基本的にブラスター当たんないんですけど、今のは普通に直取られちゃいましたね。まあドンマイということで、左が見れてないんで、ちょっとこれはこれ以上進まないかな。それで勝ってくる、おお、でかい。それはそれ勝ってくれるだけで多分カウントが3くらい進む。でまあこれはポイズンなんですけど、まあ誰も来てないんで多分大丈夫で、まあ、裏から来てるのは、裏から来てるか確かめるにマップ見ればいいんで、直色マップを見てあげましょう。こっちから来ますね。来ましたね。いや、マジか。ちょっと判断が遅かったね。今の後ろでボンピッチャー打ってだけでも全然強かったんだけど、まあ、ちょ判断が遅かったのは反省点ですね。ということで、でここで1キル入れられれば入れたい。届かないというか、当たってないな、普通に。詰まったかな。ナイス。左、割と熱いか、相手。どうしよう。よいしょ。どうしようかな。ハイプレがないので、とはいえ、マルチミサイルと雨か、こっちのスペシャルは。多分、ビーバスの重機は全然でかくないんですよね。全然抑えられたらいけちゃう、相手が。いや、マジか。そんなとこにいるか。無理だな、これは。とはいえ、ここで帰れたんで、ボンピッチャー打てる。それはいいんですけど。まあなんとかハイプレでやられてはしちゃうけど、ここで2枚やっていくボムピッチャー意外と強いな。ハイプレはね、なんだろう、ハイプレの矢倉での強さはまあもちろん
上積もかな、どこからでも安全地帯から確実に打てるところなんだけど、ボムピッチャーはね、ある程度距離の近いところだったらハイプレをもうしのぐ矢倉止め力はあるっていうところですね。要するにまあお互い長所はありますよというところ。あとはいえここでまたまずくなっちゃいましたね、うちがやられちゃったから。とはいえ相手も相手のラピのあれなんだスペシャル、わかんねえな。さあちょっとこれはまずいかな。うちも裏から回ってあげてもいいんですけど、裏から回ってあげてもうちはチャジャなんであんま意味がない。だったら普通にキル取ってあげるのがいいんですけど、あれ誰も来ない。味方、味方来てー、味方来てくんない、味方誰も来てくんない。おい、あぶねーマジで危なかったこれなんか後ろにいたんかな。でも あの時負けただけだったけどな。まあいいや、勝てれば OK。 マジで危なかった、ありがとう味方。いろいろちょっともうちょっとカウント進められたところがあったから、ちょっとうちも反省していきますというわけなんで、今回はこんな感じで終わります。それではまたねー。計測半端だけど、まあいいや。